Tokyo Music Lab music trivia you can use starting tomorrow. Okay, do you know Aerosmith? Of course I know. Do you know the name of the vocalist? Uh. Do you know why it's so acclaimed musically? Oh. Did you know that they love Japanese taiyaki and eat it before concerts? What? Regular distribution every Monday and Thursday and chat session Tokyo backstage every Saturday. Search for Tokyo Music Lab in your podcast app. Don't miss it. こんばんは、太宰の鉄です。こんばんは、太宰のアヤムです。空気が抜けていきました。<laughs> その中、<laughs> 空気が抜けていきました。いやー、やっぱいいね。このスポンサールームっていうのはね。やっぱこう空気が澄んでるわ。え全然そんなことないですよ。そもう一杯 <laughs> されて、よ、よみまくっていや、もうなんかもう本当、実家のような安心感。<laughs> ちょっとやっぱもう最近結構気を張ることが多かったじゃないですか。 い,い,全然いやいや m 1一回戦終わったわお前それはやばいわお前気張っといた方がいいよいい何気張っといた方がいいよその 1> m 1一回戦やっつって気合い入れた方がいいやんいや,いや気合いは入ってるけど、うん、別にいや俺もねやっぱね気合い入れてやっぱ一回戦ねもうやってきましたから<ー>思いっきりねまあもちろん通過させていただいて嬉しいじゃないですかはいはいはいどうやった m 1一回戦いや,いやもうそのネタ合わせしようって、うん、前日に。 あやむの家行ったら。う来たね。真っ赤な顔して、あやむが。髪切りすぎたその、何違うやん。違う人と喋りようかなその気合入りすぎてね。緊張せんかったもん。M1 中。その、そんなことより、M1 とかより。誰って。あの髪切りすぎやって。大失敗とは言わんわ。 ういやいや言えよこれマジでさそう思ったその当日に俺は言ったの <laughs> お前何してんの?」ってその全然髪み違うしその漫才の雰囲気とか変わってくるよとしゃべりとかもね <laughs> ネタ変わったしな正直あやそうお前はどう思ってんだったら「うん、やっぱそうか」みたいな「いや俺も思ってた」みたいな「そのその思わんようにしてたんよ俺は」とかそのなんか気が付いたらめっちゃ切られてたと <laughs> いやそうそう本当に。 <laughs> その感じやめろそうそうそう被害者みたいな顔すんつ<前>でもでもこれをやっぱ切ってくれた美容師さんがこれ聞いたら傷つくと思うから、うん、もう誰も悪くないにしようぜ。 <laughs> そうなんかさ、その、つかみとかで、その、あいめっちゃロン言やったから、その、おばちじゃないですとか、うん、その、最近で言うと、地面師たちの、ハリソン山中。そう、トヨエツの感じとか、うん、結構ライブとかでもようやったりしてて、うんはい、してましたね。そのもう、今、 普通やもんね。いや、普通じゃない。そのお前やめて <laughs> 普通って言うの。普通の、普通の人やん。普通の人ってやめてえ、なんで、で、多分、あやむは、その、もうその時もグワーってなったよ。<laughs> やばいやばいやべ、どうしようどうしようどうしよう。支配人に怒られると、うん、他の人たちにも言われるとか、その、いつもと違う感じになってしまうかもしれんと。うん、つかみとかも、他のやつ考えないけんって,なって考えないけんもなったよ。二日ぐらい多分考えたやろうで、ね。この前楽屋で見たら、その、 先輩たち喋るよときに、お前髪切りすぎやって、みたいな、先輩たちに言われてたら、なんか、いやいやいや、でも、俺の中で、この髪型が一番トヨエツなんじゃないかっていう説もあります。ないないない !2 周回ってそんなことしよる。それやめよ、お前。でもそんな、だって、伸びすぐ伸びるわけじゃないんやから、貫くしかないやん。そのスタンスやめよ。えっと、でも俺の中では、逆にこれがトヨエツなんじゃないかっていう説があります俺が正しい、俺が正しいにしないかと。 これもありにしていかんとあそう慣れた自分的にはもういやまあ慣れたね慣れたしもうこれはこれでいいんじゃないかって思ってたけどそのいろんな人に会ったそれこそ支配人にも会ったしいろんな人にはもう結構切りましたねとかんか結構みんなから言われたで一番怒られたの怒った人がおるおるね唯一一人だけやっぱ師匠え デメキ淳さし、さすがやね <laughs> 感度が高いねやっぱり初めてじゃない「ちょっとむこい」って言って廊下に呼び出されて怒られたのは <laughs> えって言われたの,そのお前はさあみたいな「何をやってんの?」っていう,うん、うん、ねこうハリソン山中いいそのキャラちょっと今流行ってるからやっていこう、うん、でみんなでなんか動画とか見てこういうことあやった方がいいんじゃないかとかみんなが言ってくれたアドバイスしてくれたんですよ「お前らすごいぞ」これは。ことをやってるさなか 23日で切って意味が分からんもん、ね、印象変えて <laughs>、うん、みたいな「お前その売れ切ってからやれよそういうのは」みたいなさすがや,いやそ,そのさ重くない <laughs> そのさ正直さ他の人ってさ 関係ないやん綾部が上から失おうが平場で喋ることがちょっと変わろうが仲間でありながらライバルやからねそうそうそうでまあまあお前がそうしたんやったら他のこと考えるやろでもやっぱ淳さんって全てをお笑いに捧げた人間やからこそそこの感度ギンギンや許せんのよいやほんとにだからそのお前はもう一生髪を切るのとすごい えそマジで <laughs> 俺その圧に押されて俺「はい」って言ってしまって俺一生髪切れなくなってい,い,い, <laughs> いやでもマジでそのぐらいじゃない本当に <laughs> やっぱ熱い男やんい<あ>さんってい当日さ俺もさ結構言ったやん「謝り会ってさったもうやばいそれは」<う>で、角ちゃんにも言われたよねちょっとそうあのー、まず切りすぎたかなっていうのを俺やっぱ不安やったから<う>ちょっと短いなと思ったけど、うん、俺その前まで3か月行ってなかった美容室に、うん でめっちゃ伸びてたじゃない肩ついてたしなんなら髪、うん、だからもともとが長すぎたから切って短くなって余計短くなったと勘違いしてるいつもぐらいしか切ってないけど 前が長かかっったら勘違いしててるんや思それぐらいもうお前は本当は分かっとるよって思ういでかそう思いつい俺はお前ちょっと変えるもんねそれ答えを自分の中でやっぱ逃げ癖があるからされで。そうで角くんのところにちょっと行ったんよピンポンっつって不安もあるからそうでガチャって開けた瞬間に角くんが「え事務所に許可取ったん?」って言われて初速で初速でおおみたいな 全然印象違うわみたいな教祖様感がないみたいな感じで説得力が失われたみたいなめっちゃ言われて超不安やったっちゃけど俺これマジですごいこと分かった俺の中で俺って相方やん俺が言うのは分かるやんシさんもお笑いすべての人やけん多分感度めっちゃ高いからこそ謝り言うんやそうね角ちゃんも友達やん一番の親友やん一番の親友んだからちゃんと言えるよこれ 明確な線引きかに。これを言わんでいいやん。だって基本的には。今後相談する人ってこの人たちやなってなるよな。れでもいいすごいことやと思う。確かに。だって普通どうでもいいもん言わんもん。別に。いろいろ思ってても。これ、この3人は信用した方がいい三人は。信用した方がいい。そのことお笑いに関しては俺を育ててくれるちゃんと嫌なことを言ってくれる人言わんでいいことも言ってくれるいやでもね、やっぱだからちょっと。 やっぱその淳さんに関しては俺嬉しかったもんちょっとあったもん、うん、お前はもうねう売れてからやれって、うん、売れ切るんやからっていうのを言ってくるだからキャラは固定しなさいと、ね、これさ今もう正解出たやん、うん、この3人がちゃんと言ってくれる人や<う>逆に考えると俺のお笑い界における、うん、もう本当に大事な人たちやこれでさ敵おったううもしかしてこれで綾部のこと褒めてる人は、うん、敵なんじゃないこのししめしめあいつはもう っていう人もおったんじゃないかって俺もその今までの反応の中でさなるほどねそうそうそうめっちゃいいやんって言ってきたやつがおったとしたらそいつは敵やああめっちゃいいやんって言ってきたのねまあほ、うんにあのー、武蔵さんやね敵や <laughs> もうそうそうなんよ吸番が出たの京極さんとあやめの髪型一緒やみたいなくだりがあるんですよあるあるあるその劇場で、うん、でもそれもう鉄板で受けるんですよ基本的に<ー>でやっぱ武蔵さんってそこでちょっと思ってたと思うよ 俺が髪の毛長いのにでいつも俺が2番手の京極さんねみたいないじりをするんですよああそうね武蔵さんそうよでも俺からしたらムが相方やからム1番手にもういじるじゃないですか邪魔やったよお前の存在がで今今後ロン毛キャラの敵が減っていくっていう嬉しさよそういうことお前まんまだわだから武蔵さん基本的に武蔵さんって俺のこと全肯定してくれるんよ割とお前その服いいね めっちゃ褒めてくれる人なんよ俺のことをん,、うん、んかそれこそあの「アンタッチャブル」のロケとか行ってもなんか「いやお前めっちゃよかったね」とか、うん、すごく言ってくれる人ないけどあれ俺を潰しにかかってるってことそういうことよ油断させてる、うん、<は>長崎出身のロンゲでロン毛で,ン毛で,ン毛でナルシストのうわうわもうこれ完全キャラかぶってるか邪魔なんよあ邪魔なんや俺のことあの人もうやばいよこれ。 お前まんまじゃん今こまんまやわどうすんのいやまあでも京極さんに関しては俺結構安心してるところがあって京極<え>さんも髪短く切ってたでも <laughs> 謝るより先にやろ俺より先に何でか分かるなんでもうお前と一緒って言われても嫌すぎ <laughs> いやだから俺がじゃあ今度 <laughs> また追いついたからまたどんどん短くなるんじゃないだからつい京国さんに来た時の、うん、そのお前のスタンスはあ京国さんが切ったんで俺も切りました切りましたよねこれでって言いました京国 <laughs> さんでって言いました、ね、で短くしましたそう。だからもう今もずっと一緒ですよ京国 <laughs> さん言いやすぎて最終的にスポーツ狩りとかになるんじゃない、うん、なる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  <laughs> <laughs> ポーズとかになるんじゃないなの最終的にはねお前もその時はそうせないけど <laughs> <あ>逆にそのスタンスで言ってしまった時はでじゃあ今後ど同行気にしないといけないのはあれやな武蔵さんがまた俺ぐらい短く切ったらうんそうだてか武蔵さんに関してはこれちょっとガチだわガチで考えた方がいいあの人頭いいから確かに、ね、考えあの人もちゃんとお笑い考えてるからそう敏感やしねしかもね、うん、かすごくお笑い的なことにねでも無類の歩と一緒ぐらい女好き これもう全部一緒これはとんでもない、ね、全く一緒こいやちょっと思いき今びっくりしたやろうんこれだよだから俺今までやっぱそう武蔵さん MC めっちゃやりやすいとかさうん、うん、結構俺武蔵さん好き好きやったけどうん、うん、これはちょっとちょっと直接対決した方がいいかもしれないこのキャラかぶってますよね <laughs> <laughs> どう思ってるんですかって?いや。その、俺のこと潰しにかかってきてますよね。俺はもう気づいちゃいましたよって、もう言った方がいいかもしれない。マジか?うん。ちょっともう話そう武蔵さんに。もう、その、あと、やっぱ武蔵さん。もう一個、やっぱ相方?うん。俺と香月さんも,も一緒やしね。あの、あの、あれ、うん、なるほどね。その、なんていう、属性が違うだけで、やってるキャラは一緒よね。うん、全部一緒。<laughs> もうこれザ・ローリング・モンキーやん俺らいやいやそんなことはないよ笑いの取り方一緒やんそんなこといやそんなことはないよお前それはね大間違いそれは絶対違う <laughs> いやいやもうやば潰されるわいや,いや気づけてよかったあんな,なんかしっかりとした下りとかないやん俺たちにはそんなん言うなよ <laughs> 先輩のやつしっかりとした下りとかんとんでもない だったぜお前アンタッチャブルバーベキューとか何ロリモンさんに来ただけでもうほんと営業かってぐらい回すんやからや俺たちにはできんよあんなのはでも負けてどうするいやいやそらそうやなそらそうなんやけどお前が同じなんて言うからさその克樹さんと俺が同じ <laughs> 笑いの取り方が一緒ってめっちゃ太ってるかめっちゃ痩せてるかっていうだけでねそれでもう喋らないそれで4年やってきたからそんなことないあっち太さやろ一緒やもうじゃあお前も大喜利強くならないかんよ勝木さんめっちゃ大喜利強いからな広まってないね勝木さんが実は大喜利強いあれ何で広まらんのあれもう話変わですめちゃくちゃ面白いのに勝木さんが実はめっちゃ大喜利強いことみんな知らんみんな知らんよな知らん なぜならそれを言うやんそしたらやっぱちょっとハードル高くなるあそっかあえて言ってないのかこれむずい言わん方がいいのかみんなでも確かにそれはそう買いかぶってる勝木さんが実はとんでもなく面白いそうなんか罰ゲーム受けた後の一言とかめっちゃセンスあること言ったりするやんでも入ってこんだってもう見た目で見た目しかみんな入ってないからああちょっとなでデンスタイルダンジョンとかも絶対勝木さんおるしねおるよ 大勝負のちょっとね今後ちょっとロリモンさんと対談してないけんかもしれんちょっと対談企画お願いしてやってもらうかうんお楽しみにお楽しみにちょっと最近やっぱ男として魅力を上げるためにどうするべきかはい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 やっぱまず一つ出てくるのが筋トレ まあね筋肉つけてる男っていうのはでやっぱサウナに行けとああいうこれ流行ってるもう男の流行り今やってることでこれはもう簡単にできると確かにねうんでもとりあえず実践しようとテストステロンっていうのご存知あれあのアカウントあ違ったごめん詳しく聞こうかでやテストステロンっていう X の筋トレが全部解決するよっていう あじゃあそれ一緒だわ多分。ボットの人がおるのよ。その本部とかも出してるんやけど。テストステロンっていう物質があるのよ。それもオスなのよ。筋トレとかめっちゃやったり、そのサウナとかでこうともここでえテストステロンってそういう物質？多分そのアドレナリン的なことなんかな。そうそうもうその男強なんだよ。それもでも多分凶暴になるんやろうね。あいうよね筋トレとかするとさ、そのなんか 女の子にもガツガツいけるようになるしそうそうそうみたいなね仕事もガツガツいけるっていうね最近さもうそればっか回ってくるの X であそうなんやコロチキの西野さんがそれこそさ筋トレすごいやもうマッチョになってとかもう他の人も男ならみんな鍛えろ言うなんていうか啓発系なんかなあれはそのジョージとかわかるマジやばいってそうお前そんなんじゃダメだよ 男なひょろひょろ終わってるようん言うよねってその毎回流れてきても俺もさどんどん言われ続けるとさまあねやってられんわってなにんジョージいいよね俺も見るわあそうやっぱ見るよねみんなもうガチで危機感持った方がいいそうってうかいいも俺持ったんよジョージに影響されるジョージに影響されるやつなんておるんやうんまあジョージのみじゃないけどそのテストステローンとかもそうだけどさ筋肉系の人がさぶわ出てくるようになったんよ 関連でねたくさん出てくるもんねそれでも止まらんくなってさ筋トレをしたらいいこと百0だからもうおな勤もしろみたいな一人エッチとかもすんなみたいな言うよねそれを全部男に消化しろそのストレスを全部筋トレに使えるみたいなだからそれでもう仕事とかもバリバリ行くようになるって言うもんねそうそうそうでガツガツいけるようになるんだよでもう睡眠はたくさん取れる自分磨きのすべてを変えてるみたいなやつでも。 俺もそれで、ね、最近マジずっとやってんの筋トレをあーいいよしかも俺とかぐらいガリガリの人って、うん、もうジムとか行かんでいいよ。ちょっともう自重で自重自重トレ、ね、いわゆるね,ねそもう本当に20回とかするだけでもパンプするんのよ自分のね<う>体重でねそうそうそう,そう確かにだからこれぐらいの時ってまだもう燃費がいいというか、うん、そのいちいちジムに行って重りをやったりとかせんでもうん、うん ちょっっとやたらもう筋肉痛になって今向いてみたいなもう今もずっと1週間ぐらい筋トレ筋トレじゃない筋肉痛がいたんやけどさ大堀公園走ってる時とかのついでに休憩で腕立てみたいなもうついでにできるぐらい実際大堀公園めっちゃおるしねそういう人もそうそうそうで懸垂もちょっとやってみようみたいなもうマジ狩りで相当しょぼいけど3回とかしかできんいけどさでもそれでも1回伸びたりしたらうれしいみたいなこのどんどん高まってるわみたいなサウナとかも行ってさレインボーの池田さんと行った時に 多分高まってるからね3セットいくんやけど3セット目池田さんと隣になったんやあはい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 8分入ってとか言うよねそうそうそう1回冷えてるところ行ってみたいなねでこれもやるんやけどさ3セット目隣になったタイミング一緒で一緒にスタートみたいなでその時に「のなんか負けてられんみたいなあそうね口が出さんけど勝負みたいになるよねそう2人とも黙って黙々と入るけど俺もし池田さんが出るまで出らんとこみたいな絶対に後に出ようみたいな でもお肉ソ熱いみたいなうんってやっぱその池田さん慣れてるからさまあ負けるよ俺が先にへばってはい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 でもめっちゃ悔しいああその今までそのオスとしてのやっぱ闘争本能がね思ったことないというかそんなそのあもう疲れたあもう水風呂水風呂飲みたい飲みたいじゃないよやっぱちょっと負けたって悔しい そん,なそんなすぐメンタルに変化起きるかと思うけどすごいなもうそうなっていい、ね、でその筋トレとかもしてる時にそのもうジョージとかさもうそうなんやけどロッキー音楽?「テレーレー」みたいな、ね、本家ロッキーがさ「レレーレー」みたいなそうそうなんやけどさ、うん、ロッキーがさ筋トレとかし合わたりにさ生卵ああはい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 飲むやつね やっぱもうあれもショートで流れてきた時に、うん、やっぱ他人事に思えんくて勝手したよ、ね、俺はうわお前あんまあれあれやぜあれ新鮮なのじゃないとあれ多分具合悪くなるぞもう俺は止まらないよって<ー>でも「玉をください」っつってい買えよ自分でもうテストステロン出てるから<お前> <laughs> 関係ないって 卵くださいと俺はもうロッキーやと卵買って家帰ってで朝朝がいいみたいなジョージとかするにもねジョージは朝なんかサプリメントと一緒に生卵ゴクゴクでロッキーとかもかっこいいなと思って俺は卵のシーンがでも俺は明日の朝もこれしようと思ってで起きて卵をもうコップにパンパンパン4個割って4個割ってうわっ4個もいくゴクゴクうわ 2週間ケロ吐きせう <laughs> もう止まらない言うことややん吐き気が <laughs> これ何これやばいんだけどあれ、ね、人がしつい,いことじゃないよ、ね、いあれダメよやったことある俺ね実はあるお前もジョージ見てたもしかしていや俺がねやったのはね大学の頃に俺も筋トレハマった時期があって<う>でその時にロッキー俺も見たことあるんよみんなやっぱり通るんや、ね、うん 筋トレやるとねロッキー確かにねなんかかっけえなってなるのもめっちゃわかるんやけど、うん、あいつすげえってなるよねあれすげえってなるんやけどあれね俺なんでさっきさ市販の卵でやらんほうがいいっていうのは俺その時の経験なんやけど、うん、あれってちゃんと生まれたての新鮮な卵とかでやってるんロッキーもあ本当？確かね確かそうなんや市販とかじゃないよあれ そう本当に日本の卵は別にでもロッキーってアメリカ人やろそうそうそうアメリカの卵ってやばいんか何か火通さないかんって言うやんそうでロッキーはそういうのでやってるらしいんよちゃんとで俺は勝手にああロッキーのなんなあのファンファンなんやけどロッキーのファンならいい俺はね4つもいかんってよ2つああけど飲みやすくするためになんかねいろいろ方法があるんよなんかちょっとジンジャーエールとか入れるとかは ちょっとあるんよやり方が。<ー>俺はそれで飲んだけど、それでもめっちゃ気持ち悪くなった。<laughs> もしさ止まらんくらい <laughs> 気持ち悪いが。うん、いや俺も普通に腹下したもん。腹下した顔だけどさ、うん、その俺もあれだよスコップに入れて醤油とか入れた方がいいんかなとか思ったんやけど、いやも,うもうそんなのやめとこうと思って、やめた方醤油はナチュラルに、うん、もう笑らずに、うん、ナチュラルにゴボゴボゴボもうゴボゴボゴボっ、ね、<laughs> ずっとそうドロドロしすぎて飲みにくいんよあれ。 なんかね常に生卵が今食堂にある気がするんです分かる分かるめちゃくちゃもうやめようってなって卵が残っとるそんなんやめた方がいいだからそれいうのも選択だからんで卵飲むかお前知ってるかタンパク質を取ってるあれ多分だからみんなプロテイン飲むんよでもジョージは生卵飲んでってんかさジョージは全部間違ってるから生卵はタンパク質は半分しか摂取できない。 最悪やんだ,かだからもうあんまいいことないんですよねだから一番効率よくするには半熟卵かもしれないあっ<あ>ちょっとレンチンした方がいいゆで卵とかでちょっと半熟みたいなじゃあゆで卵温泉卵がいいんじゃない,半熟い,いじゃあ1分くらいやうん、うん、なんかまだあるもん吸収,されい、うん、吸収されてないだから <laughs> 卵が4つ並んどる気がする<う>ここマジでジョージが言ってるのマジ全部間違ってる ジジョー違うんやだってお前見たかジョージが女の子とデート行くやつええちょ見てない見てないお前めっちゃ童貞やったぜえひどかったぜなんかあのジョージさんがそうんか女の子からんかんか久しぶりになってジョージがハグするって言うん今日もその女の子いやいやハグなんてするわけないじゃんみたいなやっぱジョージさんってダメだよダメよあんな憧れてたのに絶対ダメもうちょい信じてみるジョージをうん 徹底できてないやろやってないやん。別にジョージジジョーさんを。ジョージを。ジョージっていうの、ジョージさん。俺はちょ、もうちょいやってみる。もうちょい。なるほどね。ちょっとへ、卵も減らして、半熟卵にしてみる。西尾さんの池を取り入れよう。ちゃんと。こっからちょっとずつ。やっていく。あの、太った方がいいんじゃない。ね、筋トレってなったら。でも、お前、全然飯食わんやん。 食ってん、ね、最近はあ食うようにしたんいや食うようよにしたというかその一番最初もうガリガリすぎる人、うん、俺とか4 0キロとかレベルの人は、うん、もうまずそのいっぱい食おうとか考える方がいるし常に何かを,何かをねそうちょっとずつ食べてたら<う>もう自然と。 5, 6, みたいなその平均には戻れますえでも俺お前とさ今日会っても34時間ぐらい経つけどさ、うん、お前何も食ってないよいやいや食ってるよ何食ったの魚肉ソーセージとかそのもう持ち運び系の嘘つきお前食ってねえよお前俺の目の前で食ってねえやろ誰 <laughs> ですかななんでお前の目の前で食わないけどいやいや今もラジオ収録でもお前食ってなかったよ <laughs> その収録中も食えってことえずずでこの3ちょっとずつ食えてお前34時間食ってないはやばいよお前 やばいってマジやばいってあやさん1時集合して1時集合して今もうすぐ3時半や何も食ってないマジやばいってもう2時間半も飽きすぎ飽きすぎ何か食べた方がいいですか何か食べた方がいいよお前どうしたらいいですかお前お茶とかやめた方がいいお前卵飲めよ何卵ったほう卵いい あともう一つさなんかお泣きんしてるかちゃんとお泣きができてないねほらお前もうマジやばいってでも本当にこれは確かにそう思う、うん、ポルノはマジでやめろってみたいな 言うよねもうだよみたいなでもさもう一つ税がおるの知ってるその勢力が対立組織がこれあのシミンって言うんやけど俺最近シミンの話ばっかするけどシミンはお前嘘つくやシミンさんの話ってすぐ嘘つくやシミ県にお金しない人は1000人に4人しかいないとか言ってみんなしてるやなとみんなしてる俺はそのうちの4人ですけど 嘘じゃないって,て可能性あるやんけ <laughs> またシミケンさん使って何か嘘つくんやんシミケンさんはあのおナきんはするなっていうかよなるほどねなんかそのねあのた,た,たまたまには3日で満タンになるらしいよねうん、うん、で満タンになってもやっぱ作られていくらしいよ子供たちは、うん、けどそれどうなるかっていうとその、まあ、作られてから3日たった一番古い子供たちが体に吸収されていって死んでってしまうってだから 3日に1回は絶対排出した方がいいなるほどそうそっちのほうが体的にもすごい健康なんでかっていうとそのお子供を全然あ作らんでもいいやっていう体になってしまうとうん、うん、吸収されるどうせ作ったって吸収されるんやからってなった時に、うん、本当に子供を欲しいって思った時にやっぱその力がね出てこんやったりするうん、うん、だからおなきんはしたらダメっていう勢力もいるなるほどうん そういうのも知ってはいた俺も別にだから何か流れてくるからさそういう啓発系はこういうふうにした方がいいこういうふうにした方がいいみんないろんなこと言うの X 流れてくる確かにねさっきまで言ってたことと全然真逆とかあるもんね真逆とかも平気だっただからの本当に疲れてる時とかしこらない時は俺強くなったわみたいなポルノダチできたとああなるほどねでも我慢できずにしこってしまった時は やっぱそのしみけんさんも言ってたっし、そのやっぱ都合のいいとこ取るよね、その人間って。うん、その、その時の状況に応じて。筋肉痛すぎて筋トレやりたくないみたいな時は。やっぱ筋肉痛の時はやらない方がいい。みたいな意見のやつを取るのよ。うん、<laughs> ただなんかその出す時も、あれらしいよ。うん、あの。エロ動画。うん、要はアダルトビデオ。は見らん方がいいらしいよ。よ、うん、想像、イメージだけで。 一人でできた方がいいって<ー>これはお前徹底してえやってるんですかヤミさんやってないよ何その言い方やってないよどどういう意味だって俺は別に強くなろうとしてないもん俺は優しくなりたいだけでええどういうこと <laughs> 強くなろうとしてないよ優しくなりたいだけ俺は優しくなりたいだけ俺は強くなんてなりたくないえ AV でしこってる人は優しい優しい優しい <laughs> 聞いたことないその理論ちょっとさあやむもやってよ何をその毎日さ載せてよお前やめろ<察>そのお前自分発系してお前らやばいってみたいなそのあやむ先生の理論俺知りたいわ 何がもうお前その自分がしてることを俺にさせるのもや俺謝るのも入れたい悪い癖やって自分が俺がさ、うん、いろんな人の啓発機見るやん、うん、その中に謝るを入れたい分かったじゃあお前に送ってやるよ毎日あのなんか文言をなあ思いついたことこういうことするやつはダメだとか <laughs> <laughs> ちょっとでも思ったりしたら言って俺,の俺にストーリーとか LINE で送って動画分かった分かったそうでしこった後ととかも動画送ってそこういう動画で しこったがいいとかそのお前の理論あやみの教科書作ろうなるほどね俺の教科書これまとめるけ分かった分かったちょっとでもあこれってこうやなって思ったことがあったら全部報告して何やんか例えがなんかないとなちょっと難しいのはあるけどな何やろなジョージとかが常に言ってるのは厳しいってみたいに言ってるのはその女性目と目ちゃんとこれ合わせて話し切るのできょどってしまうとかああちょっとビビってしまうみたいなその可愛い人にだけ「うん そのビビってしまう,、うん、もうそんな可愛くない子やったらもうスムーズに喋れるのにみたいな時に「いモってるやつやばい」ってみたいなあ<ー>その理論あやむなりの恋愛の理論あと結構俺近いのあるわあえー、うん。可いい子確かにビビってしまうやうん、うん、あ分かるんやそれ共感できるかわいい子ビビってしまうからちょっと目線を見るのはちょっと怖いやん、うん、えげんちょっとずつ下行って、うん、そのおっぱいあたりを見るっていううん 強くなれるって <laughs> いや,いや笑ってるよ <laughs> そのそのボケにも行き来らん <laughs> 中途半端中途半端し下ネ出してちょっとやっぱないな意外と理論は <laughs> これやっぱジョージさんすごいよジョージでもあんそのさ間違ってるってさ批判めっちゃくるんよジョージさん、うん、ジョージもねコメント欄すごいんだい、うん、でも確かにさこれやってること間違ってることいっぱいあるかもしれんとうん でもあんなに断言できるやつってやっぱおもろいもんね確かにね間違ってることを断言しきる男おりんよねあいつはでもおりんほうが嬉しくないまあまあいろいろありますけどねとか言ってほしくないもんそう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 確かにあれは違ったっけとか言ってほしくない確かにねあやむも断言しようし今みたいなの笑ってほしくなかったえ俺まだやっぱジョージにはなりきれてないなそのあやむ先生って言われんまだそうかもうあやむ全くこれ間違ってると思うことも 俺は正しいって言ってほしいかも今お前が一番違うと思うことをそれが正解だって言ってほしいかもなか一番やっちゃダメなアヤムが人としてやっちゃダメだと思うことってある<う>それをそれやった方がいいって熱弁してほしい <laughs> 人としてやっちゃいけない <laughs>、うんことやっちゃいけんこと<ー>アヤムがこんなんするやつは大嫌いだと思うことあるやんあんあるあるあるそれをやった方がいいって熱弁してほしいあ分かった分かったかった <laughs> そういうことねあ俺そうあなるほどやった方がいい顔つきが違う,もう顔つきがさっきと全然違う いやまあなんかみんな,なんかそれぞれなんか思ってることあると思うんだけど、うん、あのそんなマジで全部どうでもよくてその親友の彼女とかマジで寝とった方がいいしあのそれしょうがないその親友のことを思えばこそやっぱ寝とった方がいい。なんでかっていうとあのその親友がやっぱこう自分の魅力を怠ってその他の。 やつに目移りするような魅力しかなくなるような存在になってほしくないって思うだろ、うん、だからそれのこう危険をこう知らせるためにも,やっぱもう自分の親友の恋人は絶対寝とった方がいいこうやってフェイクニュースで作られるやろで、ね、<laughs> <laughs> ここだけ使います切り取りや弱っ逆上司おいもっと決めれよさあ寝よう寝よう <laughs> Tokyo Music Lab music trivia you can use starting tomorrow. Kate, do you know Aerosmith? Of course, I know. Do you know the name of the vocalist? Uh. Do you know why it's so acclaimed musically? Oh. Did you know that they love Japanese taiyaki and eat it before concerts? What? Regular distribution every Monday and Thursday, and chat session Tokyo backstage every Saturday. Search for Tokyo Music Lab in your podcast app. Don't miss it.